ラフェルトノコギリクワガタは、高注目クワガタムシカノコギリクワガタ属に分類されるクワガタムシである。ニューカレドニア島、ロイヤルティ諸島、ニューエ、ブリデス諸島に生息する。太平洋上の島々に長く隔離されていったためか、他種には見られない厚みのある得意な体型をしている。全種は、美しいオレンジ色である。 体長は43から8 1 2ト、mm、ル、31.3から3 5 9ト、mm、ル。本種は1852年に記載されて、以来70年も採集されていなかった人品。数年前のヨーロッパでは、体長5 0ト、mm、ルの小型個体でも17万円もの値がついていた。長い時を経て、水沼哲郎氏が採集したことにより、近年流通するようになった。 ニューウェイ、ブリデス諸島においては、現地で、クリスマスツリーと呼ばれる、豆科植物の枝先をかじり、の周りに2から3頭のがいるという感じである。飼育は簡単、容易に大型個体も羽化する。マット内にもよく散乱するため、良質の微粒子発酵マットを使用すると良い。幼虫期間は、極めて長く、10ヶ月から1年2ヶ月で成虫になる。 外国産クワガタカブトムシシーク大図鑑撮影文鈴木和幸株式会社世界文化社2005年6月20日発行ありがとうございます